ヨモギは、大日本帝国海軍の駆逐艦で、もみ型駆逐艦の19番艦である。1921年2月26日、東京石川島造船所で起航。1922年3月14日浸水。同8月19日竣工。1937年から1938年まで、日中戦争において、河北沿岸の作戦に参加した。 1940年4月1日、小海底に類別変更。第38号小海底に解消。太平洋戦争において、南方で、海上護衛、小海作戦に従事。1942年1月12日夜、タカラン攻略作戦において、タラカン島と、ブニュー島の間で脱出を試みたオランダ施設艦、プリンス・ファン・オラニエを発見し、山風と共に、 オラニエを撃沈した。これは、ライン方面における初の水上艦同士の交戦でもあった。1942年3月から4月には、西部ニューギニア艦艇作戦に参加。1944年11月23日10時、第38号小海艇は、第102号小海艇及び、第33号区選艇とともに、 特設運送船さんとすまるタン船からなるまた34船団を護衛し、高尾に向けてマニラを出港。船団は12ノットから13ノットの速力で、北上していったが11月24日23時、バシー海峡を航行中に、船団は米船アトゥルにレーダーで探知される。アトゥルは戦闘配置を例して、浮上状態のまま先回りして、船団を待ち伏せた。 25日1時15分、アトゥルは、失踪振動6フィートに設定した魚雷を、監視発射管から6本、艦尾発射管から2本、重なった目標に向けて発射した。まず、第38号小海艇の環境及び、機械室付近に、魚雷2本が命中し、1分ほどで沈没。間もなく3とスまるにも、魚雷2本が命中し、間を置かずして沈んでいった。 紹海定町、高田又たお隊以下145名が戦死した。沈没地点は、サブタン島アハウミサキ南西 5km 地点付近、北緯20度14分統計121度50分、北緯20.233度統計121.833度、20.233121.833。1945年3月10日除籍。 後年、高尾の同居霊廟にて神官として祀られるようになる。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。第38号召改定に関するカテゴリー。ありがとうございます。